呼吸器。呼吸器、呼吸器は、動物における外呼吸に関与する器官、臓器のこと。それに該当する臓器群をまとめて呼吸器系、呼吸器系と呼ぶ。酸素呼吸をする生物は、呼吸のために酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する。光合成をする生物では、それによる酸素、二酸化炭素とのやり取りがあるが、それ以外の生物、 および光合成生物でも光合成のできない時間には体外から酸素を取り入れ体外へと二酸化炭素を排出する必要がある。これを外呼吸という。体内では細胞と血液の間でガス交換が行われこれは内呼吸と呼ばれるが一般的に呼吸とは外呼吸を指し内呼吸は代謝と言い換えることが多い。これは一般には 体表から行われるが、多細胞動物では特定の部分でこれを集中的に行う。この部分を呼吸器という。呼吸器は体表の面積を拡張する形になっている。水中では体表が体外に伸び出し、多数の枝分かれを生じる例が多く、それらはエラと呼ばれる。陸上では体内に細い管で空気を導く器官や体内に交渉を作る。 形の肺がある。肺においても、その内部に多数の凹凸を作って、やはり表面積を広げる適応が見られる。また、循環器を持つ者では、この部分にそれは集中することが多い。獅子動物では、血管系において、肺循環が独立している。人の呼吸器は、鼻腔や口頭などの部分を、上軌道、気管から、下の部分を下軌道を分けて言う。 上気道は感染症を引き起こしやすい場所でもある。呼吸では、一本の器官を、時間差を置いて使い、固速と急速を交互に行って空気が往復する流れを作る。軌道を通過する間に、空気は、微物が取り払われ、適当な温度に温められ、湿度が与えられる。肺は、ガス交換を行う機関であるが、筋肉を持たず自ら膨らむことはできない。 呼吸運動を積極的に行うのは、肺を収納する胸郭である。鼻腔及び、周辺器官は、顔面のほぼ中心にある。突き出した外鼻は、鼻腔の全壁に相当し、そこから内部までほぼ2センチメートルの間には、吸気を、ろ過する機能を持つ鼻毛が生えている。外鼻光からその奥にある鼻腔は、微中核で左右に、分けられている。鼻腔の内部は、微粘膜に覆われ、 呼気を温め、湿気を与え、埃などを除去する機能を持つ。鼻腔と繋がった頭蓋骨の空撃は複数あり、これらは副鼻腔という。この部分も粘膜に覆われているが繋がる経路が狭く、炎症などを起こすと脳の排出が不十分になることがあり、蓄脳症の原因となる。鼻腔の奥で繋がる咽頭は、高校から食物を食堂に運ぶ。 消化器の役割を兼ねる。この接触と呼吸の両運動は、それぞれの器官が秩序的に働き混乱が起こらないようになっている。これは塩化反射と呼ばれる。陰頭に続き、喉頭蓋から始まる、ロート上管が口頭である。口頭は軟骨構造で囲まれ、人体や小さな筋肉でつながっている。塩化時に、これら軟骨組織が髪型に動き、 喉頭蓋が閉まって食物が呼吸器官に入り込まないようになっている。口頭内軟骨の比列軟骨と後上軟骨に挟まれた場所に生体がある。これは生体人体と生体筋が粘膜に包まれ、口頭側壁に作る一体のひだである。生体は V 字型であり、間に生体列という空撃を持つ。比列軟骨には複雑な筋があり、 この収縮で軟骨を傾けて、生体を押し、生体列の開き、具合を微妙に調整しながら声を出す。後頭の下部を覆う臨場軟骨から下に、第六軌骨の位置で接続し垂直に下がるくが、気管である。長さ11から13センチメートル、直径約2センチメートルで、管路は馬底形の気管軟骨が約20個連続し、軟骨がない後面には、 平な目筋と粘膜による膜性壁から作られる。強行の第五胸椎部分、心臓背面付近で、気管は二股に分かれ左右二本の気管子となる。この二本は形状がやや異なり、右気管子は太く短い上、傾斜角が小さい。それに対し左気管子は長く細い形状で、傾斜角が大きい。この差があるため、誤って気管に入り込んだ異物は、 右気管支側に行きやすい。灰の中に入った気管支は、右は三本、左は二本に枝分かれし、さらに二から四本の区域気管支へと分かれる。最終的に二十から二十三回もの枝分かれを行い、気管支樹という小さな管になる。人は二つの灰砲を持ち、それぞれは円錐を縦に割ったような形状で、断面を向かい合わせながら、間に心臓を覆う重角を挟み、 強硬の容量約80%を占める。成人では古気に紛れたゴミ粒子が沈着するため、淡い黒色に見える。上端は鎖骨の上2から 3cm に及び、下端は横隔膜に接する。心臓がある位置にはくぼみがあり、心臓がやや左に傾いているため差配は重さ約 500g、容量は約 1000ml と右配の約 600g、 1> 約1 2 0 0トルよりも小さい。肺にある列によって、肺用単位に分ける場合も、右肺は上、中、下葉の3分割となるのに対し、左肺は上下葉の2つとなる。計5本に枝分かれする、気管支は、それぞれこの肺用に対応する。気管は、肺の中で、区域気管支まで枝分かれするが、これらは重なっておらず、肺の中に展開する血管も、 同様に個別の領域に限定される。これを肺区域と言い,い、肺がんなどで切除をする場合にはこの区域単位で行われる。区域内で、気管支はさらに分かれ、軟骨構造がなくなって、最終的に終末再気管支となる。この部分に肺胞が付着しており、内部を走る、毛細血管とガス交換を行う。これは、血液空気管門という。二つの肺胞は、 それぞれ二重の胸膜で覆われている。内側は肺胸膜、外側は壁側胸膜といい、どちらも小膜である。肺胸膜の内側は小液による胸膜内液が満ちている。胸膜は側面の胸壁と底面の横隔膜で構成され、前面の胸骨と背面の脊柱に連結したあばら骨で全体が囲まれている。呼吸には、 肋骨の間ある外肋間筋も関与する。これが収縮すると、肋骨全体が持ち上がり、胸膜の内容積が高まる。逆に弛管するとあばら骨が畳まれて、胸骨と脊柱間が狭まり、胸膜の空間が絞られる。横隔膜の動きも呼吸を作り出し、弛管した状態では、胸角側に膨らみを持つが、収縮すると平らに近くなり、胸角下部を広げる。呼吸では、 これら外六管筋と横隔膜の収縮、士官によって起こされ、前者を強式呼吸、後者を腹式呼吸、横隔膜呼吸というが、通常の呼吸ではこの二つの運動が共同して行われている。胸膜の内部、胸腔は常時陰圧された状態にある。胸郭の呼吸運動によって胸腔は、古速時にはマイナス二マイナス4窪、急速時にはマイナス六マイナス7窪。 の内圧状態、強硬内圧を持つ。これに対して、外気と通じている肺胞や、気管の内部は、外気圧と等しい。そのため、肺は胸郭を取り巻く筋力によって、組織が本来持つ、弾性、収縮性に逆らい常に引き伸ばされた状態に置かれてる。哺乳類では、外気から肺に取り込まれた吸気に含まれる酸素は、肺胞で、 主に肺循環血液中の血色素と結合する。反対に、肺循環血液中に多く含まれる二酸化炭素が肺胞内に移動し呼気とともに体外に出される。大気圧が一気圧の場合、人では肺胞酸素分圧は約1 0 0トル m h g で、この値は正常な人では運動時にもそれほど変わらないと言われる。哺乳類では肺や 気管支を収容している胸腔と、胃や肝臓など、腹部の臓器を収容している腹腔は、横隔膜によって両者が完全に分離されている。吸気時にはこの横隔膜と、外六肝筋が収縮して、胸腔の体積を拡大し、呼気時にはこれらの筋肉、呼吸主動筋が弛管することによって、胸腔の体積が減少する。このようなピストン運動によって、 肺のガス交換が効率よく行われている。鳥類では、呼吸器は大きく後機能、肺管、全機能に分かれており、肺は哺乳類の場合と異なって環状になっている。吸気の際、外気は5機能へ、呼吸の際は5機能内の空気は肺管に流れ、肺を通過した後に全機能に溜め込まれていた空気は排出される。哺乳類と、 同じく吸気と呼気を交互に繰り返すが、前後の機能が一時的格納庫となって肺には常に新鮮な空気が供給される。また、肺の血流は空気の流れとは逆に前機能側から後機能側に流れているため、徐々に酸素濃度の低い空気から高い空気へとガス交換を行うために、哺乳類の肺に比べて効率の高いガス交換が可能なっている。 陸上の接続動物のほとんどは、肝を及び機関を使って、ガス交換を行う。門は、系統発生的には、外骨格が体内に陥没してできたもので、体内の奥深くまで毛細軌道となって広がっており、体内の組織は軌道を通して供給される空気と、直接ガス交換を行う。また、門軌道は、 非常に細く空気の対流はほとんど起きないが、軌道内の酸素や二酸化炭素は、濃度勾配による拡散で外気と同じ子に保たれている。水中に溶けている酸素がエラで、血色素に取り込まれ、エラから二酸化炭素を排出する。エラは、様々な動物群に見られるが、それらは、騒動ではなく、同一の群でも異なった部位にエラを発達させる例が、珍しくいい。 小型の動物は一般に皮膚呼吸が行われ、それでは足りない場合に、どこかの皮膚が拡張、表面積を増大させて、エラになる、というふうに見られる。ミミズは、呼吸に特化した器官を持たず、皮膚に毛細血管が集まっていて、ここでガス交換を行う。脊椎動物では、魚類、両生類、爬虫類の一部が体表でのガス交換を行っている。 無脊椎動物のほとんどは皮膚で呼吸が可能である。特に体が小さい場合、体内の動物質の量に比して表面積の比が大きくなる事情三乗の法則ため、特に呼吸器を必要としない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。